い、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、モンタナスポーツさんに来ているんですけれども、お店のレイアウトが少し変わったようなので、まあそこをちょっとお届けしようかなと思います。で、お店のレイアウトを変更したのが、走れ大井チャンネルの大井さんが、一日、ここでバイトしていたみたいで、ちょっと場所が所々変わった、ようなので、そちらをお届けしていきます。他に、まあグローブはちょっとまあ別で撮ろうかなと思うんですけれども、新しく入ったバッティンググローブなどもちょっとお知らせできればなと思います。それではやっていきます。今お店の入り口にいるんですけれども、まあ普段通り入ってきて、ここら辺は以前と変わっていないかなと、高校生対応の、バッティンググローブや守備手袋、そして、バットが、入り口付近には並んでいます。この辺は、以前と変わりはない感じです。はい、で、この辺がバットのグリップ系です。この辺も変わりなくですね。で、あと SSK のインソール置いてあります。こちらの方もは僕も、使っていて、すごい、履き心地が良くなるのでいいなと思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。で、入って左すぐここもあんまり変わりがないですね。バッティンググローブコーナーで、新たにというか今年ので言うとこれですね。アンダーアーマーのバッティンググローブになります。こちらは、色違い、すでに入荷されて僕買ってるんですけれども、吉田正尚選手型、吉田正尚選手と同じカラーリングをしているバッティンググローブになります。ちょっと黒は誰だったか覚えてはないんですけれども、僕これの白を持っていて、白が、柳田選手がと同じ、カラーリング、何、今宮選手もかな、確か、今宮選手もそうだったと思うんですけれども、同じカラーリングをしております。その他だとアディダスのこれ走塁用手袋ですね。確かこのカラーリング西川選手だったかな、バッティンググローブだったり、っていうのがあります。次下行ってパワーアークですよ。パワーアークで、ここの3つが限定かな、ダブルベルトになってるんですよ。ちょっとパッケージからで見えづらいかもしれないんですけれども、こちらが、ダブルベルトのパワーアーク限定品になります。これはもしかしたら、まあ、ちょっと、まあ、商品なんで今はパッケージからは出さないんですけれども、パワーアークのシリコンが、まあ、昔のタイプなのかなかなとは思うんですけれども、まあ、そういったのも含めてダブルベルトだからちょっと旧タイプになるのかなとは思うんですけれども、まあ、ダブルベルトもダブルベルトで、結構好きな方いると思うので、ぜひちょっと見てみてはと思います。はい、あとはこんな感じですね。そうですね、 SSK のカラフルな。で、続いてはその裏側なんですけど、アンダーシャツのコーナーになります。上から Z さんの、フィット型と、ライトフィット、がまずはあります。僕は今どちらも一応持ってるんですけれども、 Z さん柔らかいなと、生地すごい伸びやすいなっていうのは、感じるアンダーシャツです。横行って、これが接触冷感のザナックスのアンダーシャツと、下がスライディングパンツ、まあ、この辺も変わりはないですね、以前と場所的には。まあ、夏にもってこいの衣類なので、ちょっと皆さん注目してみてはいかがでしょうか。はい、こちらにはアクティブームもあり、あとはまあ V ジャンとかですね、この辺も変わりは特にはないかなと。はい、で、入ってまっすぐ行ったところのスパイクコーナー、こちらもまあ場所的には変わってはいないんですね。新しい商品っていうと、まあ、このアシックスの白スパですかね。これすごい気になってるんですけども、あ、軽い、めちゃくちゃ軽いです。まあね、最近ね、草野球人でも白スパ履く方いるので、着物色変えたりなんかしても全然使えるので、軽い、いいスパイクで、下はポイントなんですよ。これポイントで履きやすそうだなっていうのもあるので、万人受けするだろうなっていうようなスパイクです。他は特には変わりはなくて、ここからです、変わってるのは。それが、はい、グローブコーナーです。以前と何が変わったかって、まあここ一応全部以前もグローブコーナーだったんですけれども、こちら側ずらーっと並んでますね。こっちが公式グローブコーナーになります。で、逆にこちら側が軟式グローブコーナーで、
グローブが、コロナ化されています。で、前よりちょっと軟式グローブも数増えたかなと、まあ、お求めやすいものから、まあ、こちらのお値段が比較的するかなっていったようなもの、あとはミット類、なんかも、ありますので、中学生野球始めたばっかりの方、なんかもすごい買いやすいかなと思います。こちら公式はもうそれこそいろんなメーカーいろんなポジションですねがずらーっと公式用で並んでいます。もう高校球児必見ですよ。すごい本当に公式用のグローブめちゃくちゃ多いですね。ここにあるのは公式用のグローブです。で、こちら軟式用グローブの反対側、ここに少年野球、あの V ジャンコーナーとかの隣ですねの、グローブが置いてあります。まあ、右用左用で、上が高学年向けかな、少年野球の高学年向けのグローブが、ありまして、下の方に行くと、まあ、こういったのですね、アシックスの青と黒のやつだったり、この辺もそうかな、小学校低学年中学年向けで、まあ、あとはさらに小さい量だったりとかもあります。一番下に、キャッチャーミット畠山の少年用のキャッチャーミットがあります。これ大人用であったらめちゃくちゃ欲しい配色なんですよね。ずっと前から思ってたんですけど、なので、まあ、少年野球って色の縛りが、まあ、ないというか少ないというかなので、まあ、確実にいろんな、それこそ青いグローブ、先ほど見た青いグローブだったりとか、派手なキャッチャーミットだったりとかっていうのもあるので、まあ、皆さんぜひぜひ派手なの使いたいなっていうお子さんとかがいらっしゃったら、モンタナさんに来ていただければなと思います。はい、ということで本日はちょっとレイアウト変更した、まあ、主にグローブコーナーではあるんですけれども、モンタナスポーツさんがレイアウト変更したので、そちらの、ま、店舗のご紹介の方をさせていただきました。まあ僕がよく使ってる使ってないどうこう関係なく、本当に素晴らしいグローブだったりとか、まあ、野球用品に限らず、他のものも他のスポーツのものも置いてあったりもするので、ぜひぜひ、来てみてはいかがでしょうか、というかお越しください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。